ください。指揮者のオーディションに伺いました。なんだ、女か。え？もし女って理由だけでダメならこのまま帰ります。でもここって指揮者募集ですよね。テナーとかバリトーン探してるわけじゃないんですよね。だったら指揮者の出す音に男とか女の区別ってあるんですか？そもそもそれって明らかな差別。音にはいい音悪い音ってあるけど別に差別なんてないよ。どうぞそちらに。失礼します。そうなんだよ。何も見えないんだよ。今どこで演奏？ああ、パブリックな場所というか。どんな？一般の方が気軽に来られるような場所で。市民オーケストラとかかな。市民。近い感じですかね。いや遠いかな。ああ、もう正直に言います。卒業して3年間指揮の仕事なんて今時ママさんコーラスだってないです。だから仕方なく東京を相手に公演でタクトを振ってます。東京相手にか。え？私は作曲家だ。私にはどうしても完成させなければならない曲がある。それは突然頭の中に聞こえてきた。ずっと探し続けてきた音だった。私は30年前に東京に来た。私には一人の娘がいた。あの子は幼い頃から日本に興味があって大学も日本文化を専攻してた。いよいよ本格的な勉強へと東京留学に旅立つ3日前、突然の事故があの子の命を奪ってしまったんだ。それから私はあの子の思いに突き動かされるように東京にやってきた。そしてあの子があれほどまで夢に見たこの街をテーマにシンフォニーを書き上げたんだ。その曲を振るための指揮者を探してる。ずっとイメージにはあったんだ。しかしようやく出会えたんだね。あの公園で誰かが指揮をする東京の音が聞こえてきた。その音があって初めてこの曲は完成するんだよ。それからそのコンダクターを探し出すために私は再び公園を訪れた。しかしあの指揮者は現れなかった。さあここからがオーディションだ。早速振ってみてくれ。はい、わかりました。やっと見つけた。
や、こんなダイナミックな音を出すのはてっきり男だとばっかり信じてた。聞こえたんだ。ぜひ私に振らせてください。Thank you.
見えた。見えたよ。東京が。